マウロ・バルディはイタリア人の元 F1 ドライバーでアローズ・アルファ・ロメオ・スピリットから参戦した。バルディはレッジオ・エミリアに生まれた。バルディは1972年にモータースポーツのキャリアをラリーで開始し、1975年にサーキットのレースに転向し、イタリアのルノーゴカップに参戦した。1980年までにバルディは F3 のトップドライバーと認知され、 1980年のモナコ F3 グランプリで優勝し、1981年にはヨーロッパ F3 選手権に参戦し、年間8勝を挙げ、シリーズチャンピオンとなった。1982年はアローズと契約して F1 デビューを果たした。ザントフォールートで開催された同年のオランダグランプリで6位に入賞し、初ポイントを挙げた。 1983年はアルファロメオに移籍したが、ベネトンがアルファロメオのスポンサーになった1984年に同チームのシートを失い、低予算チームのスピリットに移籍し1985年まで同チームでドライブした。F1 を離れたバルディはスポーツカーレースで成功した。1984年と1985年にはランチアのワークスチーム、 マルティニ・ランチアをドライブした。1986年には、リチャード・ロイド・レーシングに移籍し、その一員として、ポルシェ956をドライブした。1988年には、ザウバー・メルセデスに移籍し、サイド・ワークス・ドライバーとなった。1990年には、ジャン・ルイ・シュレッサーとのコンビで、世界スポーツプロトタイプカー選手権の、ドライバーズタイトルを獲得した。 1991年と1992年には、プジョー905のドライバーとなった。一時的に F1 にも関わり、モデナランボプロジェクトのほとんどのテストドライブを行った。1994年には、行動車のダウアー 962LM で、ヤニック・ダルマース、ハーレー・ヘイウッドと組んで、ルマン24時間レースに勝利した。また、1998年には、 アリエルイエンダイク、ディディエテーズと組み、デートナ24時間レースとセブリング12時間レースで勝利を収め、2002年にはデートナ24時間での2勝目を挙げることに成功した。ありがとうございます。